ボス天道会館の水井亮です。今回の企画は黒帯にいたずらを仕掛けても対応ができるかできないかを検証したいと思います。オス3、2、1。サスケさんです。サスケさんです。サスケさんです。検証の結果、黒帯はいたずらに対応ができませんでした。残念です。次の企画をお楽しみください。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。オス。